大阪府立佐野高等学校は大阪府泉佐野市市場東にある公立の高等学校。源流は明治末期佐野村の高等小学校に不設の裁縫学級で昭和初期に大阪府に移管された形で府立実業学校として設置。長らく地域で唯一の女子実業教育機関だったが太平洋戦争後に新生の高校となった。 前身は1941年4月に開校した、府立16番目の高等女学校の大阪府立佐野高等女学校。太平洋戦争後の1948年の学生改革により、新生の高校の大阪府立佐野高等学校に改編され、全日制家程で普通科を設置。平成初期バブル時代1991年に国際教養科を併地しており、 国際関係学科を設置する列図10校の一つとなっている。目指す学校像と題して未来の社会をリードする人材を育成することで地域の誇りとなる学校を目指すとしており、次の4つを掲げている。1、自立心と新種の気概の育成する2、フェアなルール感覚の育成する3、多文化共生、国際理解教育の推進する4、科学的 論理的に考え行動する人材を育成する学校の起源は、ひねぐん佐野村の佐野尋常高等小学校に1894年に、平地された特別学級で、小学校卒業者に裁縫を教えていた。1903年校舎併設のまま、特別学級が別組織の佐野村立、裁縫学校として開校。1921年実業補修学校に組織、 変更されて、佐野女子実業学校に、1923年には佐野家正女学校と改称した。1925年入学希望者の増加で校舎が狭くなったとして、独立の校舎を設け佐野町を体制に移転した。結果、軍の中心部に位置し、通学に便利なため、隣接の和歌山県からも女生徒が通う状況になり、軍で、 唯一の女子実業教育機関たるの実情となったことから女子中等教育拡充の目的で1928年に大阪府佐野実家高等女学校へと改編された。だが1934年財政上の理由から佐野町として大阪府へ遺憾の運動を開始。翌1934年4月、再び実業学校に講師を変更された上で、 不立の佐野高等実践女学校として新設された。裁縫教室から続く家庭的な特色を続け、さらに発揮させるためには、高等女学校ではなく、実業学校とした方が法的に都合が良い、と当局から助言されたためという。その後、第二次世界大戦中の1940年8月11日、同窓会が、 高等女学校への昇格を目指し決議。笛の陳情書を寄贈して翌々日13日日時に提出、昇格運動を始めた。結果、翌1941年3月に高等女学校に昇格し、大阪府立佐野高等女学校となった。この時、黒山高等実践女学校とともにも高等女学校へ昇格した。 公助に昇格させたかった理由として、入学希望者に、お手も高等女学校派入学士難期ため、不徳止め本校に志願する現状、本校の教育内容派社会の任務る書、なるも職業学校規定に、いる学校なる字が手術の点によって、人脈不利にして差別待遇派生徒府警の新章を害すること人脈などが挙げられており、実践のつく公明のため、レベルの低い学校のように見られ、 卒業後の就職や結婚の際に差別的待遇を受けたためとしている。一方で同じ前南軍にある大阪府立岸和田高等女学校へ強い対抗意識を持っており、1940年度の卒業生の一人は、岸女は勉強中心、佐野は実践を教える学校で私たちは羽織まで縫いましたよ。そうそう、佐野には灰からさんが多くて、 当時の中学生にもモテたみたいです。制服も騎士女よりずっとスマートで、スカートのひだも細かくてと語っており、裁縫技術や制服の着こなしの点で、騎士女をはじめ各工女よりも自分たち実践女学校の方が優れている、と誇りを感じていた。太平洋戦争後の1948年の学生改革により、大阪府立佐野高等学校として発足した。 当時戦乱地域にあった旧制の中等教育学校6校のうち女子3校が廃校となり、生徒を不立に工場に振り分けた上で住所によって選び、新制の高校3校に再編されて男女共学も実施された。1950年に定時制課程の普通科、商業科、家政科が設置。翌1951年に、 大阪府立佐野工業高等学校の定時制の商業化を佐野高校の定時制の商業化へ統合している。商業化、課星化は1978年に募集停止となり、以後佐野高校の定時制は普通化のみとなった。段階ジュニア世代を迎える1980年代の高校生急増期に、 山川で南東部のひねの地区に分校として、大阪府立佐野高等学校ひねの校を1987年に開設した。高校増設や受け入れ定員拡大が早急に求められる一方で、数年後にはすぐに生徒検証期に入る社会状況を踏まえ、新設すればすぐに統廃合も検討しなければならなくなるが、統廃合は容易ではないとして、当面は、 本校と文校で、高校生急増期の受け入れに対応し、将来の生徒減少期に本校を文校敷地に、校外移転させる形で、統合との名目で、ひねの校を開設した。しかし、ひねの校の関係者らの希望が変化し、少子化時代に入ったにもかかわらず、ひねの校は1995年に独立、大阪府立ひねの高等学校となった。また、大阪府は、 定時制の大幅な再編を打ち出し、1995年に佐野高校をはじめ泉高校、今宮高校、勝山高校、高津高校、森口高校の経6校の定時制の統廃合が発表された。反対運動なども起こったが覆らず、定時制は1996年以降の募集を停止し、1998年3月に廃止となった。 現在の交渉は1948年戦後の学生改革により男女共学になってから制定。鳩の図柄が使われているため、地元では鳩または鳩だかなどと通称される。戦前の交渉も鳩をモチーフにしており、海の上を白い鳩が羽ばたいているようなデザインだった。1934年9月の室戸台風で校舎が倒壊する被害を受けている。 現在の校舎は半世紀以上前1960年代からの建設で旧体新基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2009年度から改修を行った。ありがとうございます。